どうもヌルです。ソフィーのアトリエ不思議な本の錬金術師続きを遊んでいきたいと思います。前回の終わりでですね、テスさんに爆弾を作ってくれと言われました。何を作ろう、材料はどれにしよう。なので、まあ、適当に爆弾を作ってお渡ししておこうかな。これでいいかな。これでどの釜を使おうか。よし、うん、いいじゃない、うん、いいじゃない。そうなるんだ。あ、これいい感じ。これでいい。これじゃ一気に仕上げた。どの特殊、これでよし。テスさん、テス、おお、これぞまさに爆弾って感じだね。ありがとうソフィー。どういたしまして。これであのニックキーは脅かせるよ。そういえばどうして急に岩を脅かそうって思ったんですか。ほら、あたしんち遊び盛りのチビたちがたくさんいるでしょ。ああ、弟さんたちですよね。そうそう。でさ、庭にでっかい岩があると弟たちが遊ぶのに邪魔かなって。そうだったんですね。うん、一回掘り起こそうとしてみたんだけど意外と深く埋まってるみたいでね。そこでソフィー先生に爆弾作りを依頼したというわけだ。ふむふむ、なるほど。でもその爆弾気をつけてくださいね。え？それ一応魔物とかに投げるやつなので結構威力ありますから。というとどれくらい？そうですね、ここで使ったらこのお店が吹っ飛んじゃうくらい。そんな強いの？そっか、そんなにか。うん、まあ取り扱い注意ってことは分かったよ。気をつけて使うことにするね。はい、そうしてください。大丈夫かな、家ぶっ飛んじゃうってことになんないかな。いないか。ですからどうしてもアメリアさんに服をという依頼が入っていてですね。何度も言ってるけど私はアメリアじゃなくてレオン、別人よ。いえ、依頼人の方があなたの顔をご存知でして、あなたは間違いなくアメリアさんだということです。そう、それでもお断りするわ。そういう気分じゃないの。しかしですね。帰ってちょうだい。レオンさん。あら、ソフィー、いらっしゃい。今日は何を見ていくの？レオンさんって本当はアメリアさんって言うんですか？あら、見られてたの。私はどうも都合の悪いところを見られるようね。そうよ、私の名前はアメリア・レオン・マイヤー。アダレットの品評会で優勝した凄腕の仕立て師なの。レオンは偽名よ。正体を知られたくなかったから。まあ結局バレちゃったけど。レオンさん、どうして。ごめんなさい、話したくないの。聞かない方がいいかな。よっ、どっ、それでいい。待つ、足りない商品。なんか欲しかったんだけどな。なんだっけな。それで、ま、待つ。
こんにちは、ソフィーさん。コルちゃん、こんにちは。お店の方はどう？普通なものを置くようにしてから少しずつ売れ行きが良くなってきました。このお店もそこそこ有名になってきたかもしれないです。それもこれもソフィーさんのおかげです。ありがとうございます。やだな、それはコルちゃんが頑張ってるからだよ。それよりずっと気になってたんだけど、どうしてそんなに有名になりたいの？話せば長くなるですが、私はお父さんを探してるです。もし生きてるなら会ってみたいから。お父さんを探してるの？はい、お父さんは私が気がついた時にはもういませんでした。いなかった？この町にやってくる時にはぐれたとかいなくなったとか聞いた記憶はあるです。でも本当はどうなのかはよくわからないです。そうなんだ。お母さんは昔のことを全然話してくれません。自分で調べようにも、私はお父さんについて全然知らないから調べられませんでした。だから逆に考えました。私がここにいるってことを知ってもらおうと。この量販店ならお父さんならわかるはず。他にこんな錬金術を使える人はいないから。だから量販店にこだわってたんだね。はい、けどお父さんのことはわからなくても仕方ないとは思ってるです。でも私がどこから来たのか故郷は知りたいと思ってるです。私が生まれたのはキルヘンベルですが、この力を持った人たちはどこにいるのか、お母さんが教えてくれないなら自分の力でって。コルちゃんって難しいこと考えてるんだね。でも私もやっとわかったよ。コルちゃんの願いが叶うように私も協力するよ。ありがとうございます。それならたくさん買ってください。そうだったね。あら、あれ、エリーゼお姉ちゃん？おや、ソフィー、おかえりなさい。ソフィー、プラフタが人間になったって本当なの？ううん、人間じゃなくて体が人形になったんだよ。みんなのおかげで新たな器を手に入れることができました。そういうことね。それにしても信じられないわ、本が人形に変わるなんて。驚いた？当たり前じゃない。事実は小説よりも奇なりとはよく言ったものね。他に感想が出てこないわ。錬金術って本当にすごいのね。恐縮です。ねえプラフタ、ぶしつけの質問になるかもしれないけど聞いてもいいかしら？構いませんよ。あなたは本の姿が嫌だったの？そういうわけではありません。ですが人の姿になることでできることが格段に増えました。私も本を読んでみたかったのです。本のままでは読めませんから。それは違いないわね。今度お店に寄らせてもらってもよろしいでしょうか？ええ、もちろん。本好きのお客様はいつでも大歓迎よ。よかったねプラフタ。ええ、これで楽しみがまた一つ増えました。
そうですね、クラフトちょっとなんかできないかな。どれを使おう。あまりこのどれを使おう。まあまあですね。どれを使おう。あなたに任せて正解でした。どれを使おう。もしかして該当エデンって正解でした。改造開始。新しいのができそうな気がする。本当にこれでいいかな。やった完成。なんかダメージと最大ダメージが上がって素早さがすっごい増えた。へーすごい。気に入りました。インディア。ありがとうございます、ソフィエ。なんかいい感じですね。そうですね。報告をしたいんですけど、報告ができないかな。カフェ行ってみよう。ピアノだ。おや、ソフィーはピアノに興味がおありですか。そういうわけじゃないんですけど、誰かがこのピアノを弾いてるとこ見たことないから。おや、そうでしたか。時折夜に吟遊詩人のお客様が弾き語りをしてくれることもあるんですよ。へえ、見てみたいな。機会があればぜひどうぞ。とても素敵ですよ。そうだ、ソフィーも弾いてみたらいかがです。え、私がピアノ。ええ、誰も弾いていない時でしたらご自由に練習してもらって構いませんよ。でも私に弾けるかな。初めから上手に弾ける人は稀ですよ。何事も練習あるのみです。そうですよね。じゃあちょっと弾いてみようかな。いらっしゃい。どの依頼を引き受けた。なん。ありが。素晴らしい。さすがソフィーです。お見事でしたよ。これであなたも最高ランクの依頼請負人ですね。やったー。ねえホルストさん、最高ランクってことは報酬も最高ランクなんですよね。もちろんです。じゃんじゃん稼いでおっと。それにしてもあのソフィーがここまで成長すると涙を禁じえませんね。ちょっとホルストさん、泣くほどのことじゃ
ないですよ。今日は私のおごりです。好きなだけ食べていってください。え、本当に食べ放題？やったー。こんにちは、ホルストさん。いらっしゃい、ソフィー。えい、なんかふわふわしてきたぜ。お前もうやめとけよ、潰れるぞ。何言ってんだ、まだ飲み始めじゃないか。勝負はこれからだぜ。ダメだこれ、何時間飲んでるのかすら覚えてない。マスター。はい、何でしょうか。あ、少し待っていてください、ソフィー。もう上がるわ、患者を頼むよ。はい、ありがとうございます。何勝手なことしてんだ。あー、分かった分かった、外に出ような。お待たせしました、ソフィー。ホルストさん、私ちょっと羨ましいです。おやおや、いきなりどうしたんですか。お酒です。なんだか以前にも似たような話をしませんでしたか。しました。したかもしれないですね。ソフィーはそんなにお酒に興味があるのですか。気にはなりますね。なぜです。だって大人の人はベロンベロンに酔っ払うまでお酒を飲むじゃないですか。きっとすごく美味しいからそんなになるまで飲むんですよね。美味しいから飲む人ばかりでもないんですよ。どういうことですか。ソフィーも大人になればわかりますよ。ああ、またそうやってごまかす。お酒は人生の味がしますからね。うん、今度はなんか難しいこと言ってるし。いらっしゃい、どのいらっしゃい、どの噂を。うーん、なんか噂。その噂でよ。これちょっと買ってみますか。ありがとうございます。月と太陽の原野で。それでは行ってみますか。次はどこに行けるでしょう。月と太陽の原野。よし。拾えるかな。光り方が違うはずなんだけど、ないな。もう一個の方かな。こっちっぽい気がするけど、あった。これを使えばすっごい錬金術の道具が作れそう。あ、素敵な鉱石見つけたよ。どんな金属が取れるかな。夜しか取れないのかな、あれは。たくさん取ったの。張り切っていこう。夜しか取れないっぽいですね。変えてって戻ればまた取れる。あ、取れるわ。場所固定っぽいですこれ。あ、終わっちゃった。多分これはこれでエリクシルが関連してたからドールメイクにも使えるんだろうな。
目的地はどこだ。レシピ発送で何かあった気がする。ここじゃないな、こっちかな。ここだ。遠いけど行こう。遠いな、ほんと。この椅子、ここになんかあるのかな。橋周辺の調査。橋なんてあったっけ。一生懸命戦うよ。簡単に勝てましたね。次もこの調子です。あそこだな。ここだね。ここ何のための橋だったのか今となってはわからないが、かつてこの地の人々の交流地点だったのかもしれない。ハートペンダントが調合可能になりました。魔法の道具使用、薬品の使用、弱点ダメージで発動。魔法の道具。よいしょ。私がお相手しましょう。アイテム。スキャリー。道具を使ってみるわ。はい。補助用の道具です。効きませんよ。効きませんよ。追撃します。クロクにいたの？クロクって全然気がつかなかった。これでバッチリだよ。クラフト。やったやった、大勝利。よし、これで結構いい感じになったかな。なんだか曇ってきたかも。雨が降りませんように。さっきまで雨降ってたよ。火薬だね。すぐ爆発しちゃうから取り扱いには注意だよ。ワンコ警告はくれませんか。私がお相手しましょう。道具を使用します。行くわよ。続きます。やりますね。これでバッチリだよ。クラフト。このくらい余裕だね。
次はどこに向かうつもりなの？戻ります。あ、はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。